マックのお品書き第十六問です。六文字です。これから十数えますので、その間に読んでみてください。それでは行きますよ。スタート。 それでは正解です。上から「ハ・んばあがアと書いてあります。一番上の「ハは「バンという漢字です。下がお皿の字ですね。基盤の「バンとか「将棋盤」「野球盤」の「バンです。あの漢字を崩したものです。濁点を取って「ハと読みます。 3番目は「ば」ですがこれは濁点を取ってみると「もの」という漢字です。「何者だ」のものです。あの漢字を崩したものです。「は」と読みますが濁点がついているのでここでは「ば」と読みます。下から2番目の「が」ですが濁点を取ると「か」です。これは「可能」の「か」を崩したもので濁点をつけて「が」と発音します。 次に進みましょう。